何どうなった？綺麗。何これ？もう一回一瞬戻って戻してみますか？アニメ？はい、これが先ほどの。はいはいはい。もう一度切り替え、はい。トーン。うわー。すげー。ちょっと何これ？だるまはっきりした。すごいですね。だるまはっきりしてる。背景はっきりした。だるまはっきりした。だるまがだいぶはっきりしましたね。さっきのだるま見たいわ。もう一回戻りましょうか。はい。うんこれあだるまかどうかわからんぞあれなんだあれなんかおるな見えないだるま見てみますかはいはいあだるまだ、だるま正しい発見はいこれですね今回あの初めて出す、初公開となるんですけど、はいなんとですねモンスターハンターポータブルサードがですね、うん、この夏プレイステーション3でその名もモンスターハンターポータブルサード HD バージョンすごい、はい、HD バージョンということはこれは HD クオリティ出てますへぇ、はい、いや全然違う全然違います、はい、あのだいぶねクリアになって、ね、あの見れるんですね、はいはい、あの他のところもですね実際に綺麗になってますんでそれね実際に動かして見せますねはいあごめんなさいこれ撮るの忘れてましたはい実際に動いてます撮るの忘れてはいプレイステーション3で動いてます、はい、じゃあ実際にですねどういうところ変わってるかって綺麗になってるかというのを見せましょうねちょっとしっかり見せてよ僕ら邪魔そうですねまずキャラクターの方ですねこのようにだいぶクリアになってるのが分かっていますいやすげえ俺のやっぱ色っぽいな、はい、俺の女の子ではいじゃあ戻りましょうすごいなこれじゃああの村の方に出てああのねオトマイルもほらわあ、音も装備もほらクリアだ。音も装備もクーギーもクリアだ。綺麗に見えますね。綺麗ですね。はい。見えますか？じゃあ外に出てみます。あれ階段。今の上を進んでました、ね。はい。じゃあこれ。おい。わあ。いやすごい。いやすげー、はい、あの方あんな感じだったんだ。あの方見に行きましょうか。はい。あ、この方はあの方。あこんな。あ、はい、あ、眉毛ちょんだったん。あ、マロみたいな眉毛ちょんだ。なんかちょっと黙ってて。こんな感じですね。これ、じゃあ一回 PSP 版いや、すげえこれ。戻せますかね。PSP 版に戻せますか、このシーン、同じシーンで。できませんね。はい。はい、無理です。はい。というわけでですね、実際にこの村の方、特に例えば看板とか見てください。看板とかかなりくっきり見えるようになってますね。はい、このクリアな、この HD バージョンでじゃあクエストに行けばどうなるのかというのを今から、はいはいはい、温泉行っちゃう温泉に温泉行っちゃ綺麗な温泉はい行きますよはいこれもだるまが出てるちょっとあの古びたお守り気になりますね。ね名前がすごいですよ。他にも緑の種もいます、ね。あ、間違えた。実際にですね、じゃあクエストに行ってみましょう。うわー、綺麗。じゃあ神宮まで。はい。はい。ではですね、この、HD バージョンで実際にクエストに行って狩りをすればどんだけ、PSP に行きますね。はい。どんだけ綺麗かというのをお見せする前に。この状態、今集会浴場にいる状態も PSP 版見れそうなので変えます。はい。うわー、やべえ、全然違う。全然違うわ。はい、もう一回戻しましょう。はい。うわー。ということで、より綺麗な、クオリティですね、グラフィッククオリティがされます。では実際にクエストに行ってですね、クエスト中のですね、臨場感もだいぶ変わってきますので、はいはい実際にそれを見てもらいつつほうほうほう、ここは井上さんにプレイしていただいて腕前も見せていただきたいなと思っておりますはい、はいはい、これジンオーガです、操作どうだっけあそうですねこれですね、当然ですが、プレイステーション3のコントローラーで、操作できますのでそうですねこっちが今逆なんですよね。そうですね。でカメラワークがですね、今まで、はい右の、アナログスティックっていうのは PSP なかったですけどありますので、そこでカメラ移動できますけど。なるほど。そうか。綺麗。はい。うわー。すごいな。ちょっとカメラ逆にしていいですか。そうですね。その間にちょっと説明を。
さらにですね、これプレステーション、PSB 版のセーブデータと共有できます。すげえ。どういうことかというと、外では PSP で遊んで、家では PS3。 うわ、これはいい。でまたこの子はっきりしてる。すごい、はい、はっきりしてぶっ倒れた。ネトレや厳しい。うん、ほらほら。はい、じゃあ人形がとかもね、はい、ちょっと待ってください。気になるんですか。はい逃げられる。逃がさんよ、逃がさんよ。はい、うわ、綺麗。綺麗だな。うわぁ、ジンオーガを見に行っていいですか。はい、ジンオーガに行っちゃいましょう。行きましょう。ジンオーガはね、怖いですよ。さらに怖くなりますよ。おおおおお、いきなり。すごい。迫力。すごいな、これ。はい、来ました。なんなんこの綺麗さ。おー、のび太頑張れ。ダンス飛びたいな。これ、井上さんどうですか。いやいや、綺麗、スタン綺麗、スタン綺麗、スタンが綺麗だ。画面これ、あのね、プレイステーション3のコントローラーでやると先ほどカメラのところが変わりますので、変わるというか、それもできるって言った方がいいですね。はい、これ、もしよかったら、あのお得意のジンオーガですので、岡田君、触ってみませんか。できるの2人でやりたいですよね。そうなんです、でもね、実はですね、まだちょっと通信ができなくてですね、なので開発中ですので、まだはい。ええ、これじゃあ、ね、他の方はもしよかったら、はい、あとゆっくりプレイしていただければと思います。すごいな、綺麗な。じゃあ、あのね、あのすみません、はい、クエストの方はこうコーラーで、はい、はい、OK です。完成、ありがとうございます。はい、今紹介したやつをもう一回おさらいで、スクリーン上で説明させてください。はい、一人真ん中残っちゃいます。はい、あのプレイしておいていただいて。わかりました、はい、で、タイトル名ですね、先ほど話しました通りにモンスターハンターポータブル HD バージョンということになります。はい、で特徴はですね、先ほどもお話ししますが、HD 画像、よりクリアな画面で、家庭、家のですね、テレビの方でプレイすることができます。もちろんですね、あのプレイステーション3のコントローラーでプレイすることもできます。あとですね、サードですね、PSP 版とのセーブデータの共有ができます。こちら、PSP から PS3 版へ、PS3 から PSP 版へということができますので、常に同じデータで両方のバージョンを遊ぶことができます。うん、あとアドホックパーティー、これインターネットにつないで、まあ、PS3 で、はい、あの多人数プレイができるやつなんですけど、これも、対応してますので、それでマルチプレイを、楽しむことができます。あと 3D テレビ対応してますので、その対応したモニターで見れば 3D で、まあ、立体して、あの遊ぶことができます。これも実は後で見てもらう得ます、皆さんに。その 3D 対応のところも、はい、でこのですね、モンスターハンターポータブルサード、HD バージョンですが、2011年、今年ですね、今年の夏、発売を予定しております。はい、はい、またですね、まあ、詳しい発売日とかはですね、追って発表させていただきます。でさらにですね、今お話したやつを、PV でも当然まとめてきておりますので、うん、そちらをご覧ください。はい、
はい、というわけでですね、うわすごい、はい、ありがとうございました。綺麗、はい、こちらの HD バージョンですけど、今日ですね、SCE さんからですねリリースがされてるんですけど、実はですね PSP のタイトルをプレイステーション3向けにカスタマイズした、PS3 専用の新しいタイトルシリーズ、これ、PSP リマスターというシリーズになるようなんですけど、それの第1弾としてこれが発売されるということになります。この、ね、PSP リマスターというものはどういうものかというとですね、詳しくは、SCE さんのホームページへと。あ、ね、僕はカプコンの人なのでね、間違えるとちょっと怒られちゃうんでね、はい、ということですので、この HD バージョン、夏発売を